倍速リスニングは無意味です、hey、guys, 皆さんこんにちは。EnglishBootCamp の由美です。今日はですね、倍速リスニングはあんまり意味がないですよっていうお話をしたいと思います。 で、倍速リスニングって何っていうね、なんで最近この倍速リスニングが人気があるのかっていうお話と、それからなぜあまり意味がないのか、じゃあ何をすれば効果的なのかっていうお話をね、順を追ってね、していきたいと思うんですが、えー、本題に行く前に、まずね、私のね、自己紹介を軽くしますと、 まあ東京ベースに英語、英会話、ビジネス英語、コーチング、あと発音矯正ですね。っていうものをずっとやってきてます。もう25年以上、30年近いかな。<laughs> やってます。まあ、今までね、いろんな方にまあ英語を教えてきたんですけれども、日本人だけじゃなくて、外国の方にも教えてきました。あと、欧米の方とかアジアの方に、日本語もね、教えてきたんですね。で、まあ、延べね、数万人の方に英語、それから日本語を教えてきました。 で私の著書は、ね、後ろにありりりままますすすけれども出、えー、出ております2冊出ておお冊著書に関しては概要欄にね書いてますので興味のある方は是非是非チェックしてみてください。じゃあ今日の本題です。えー、な,なぜ倍速リスニングが無意味なのかっていうことなんですけどそもそもじゃあ倍速リスニングって何っていうお話をしたいと思いますね。で倍速リスニングっていうのは、まあ、もう知ってるよっていう人もいると思うんですけれども本来のこう英語のね 会話とか何でもいいんですけれど、ナレーションとか。それをね、倍速に、2倍速にして、早くして聞く。早巻きで聞くってやつですね。そうすることで、まあ、こう、スピードになれる。英語のスピードになれる。早いので聞いてると、実際はもうちょっとゆっくりだから、例えばその、リスニングのね、試験の時とかに、こう、慌てなくて済むとか。まあ、そういうリスニング対策ですよね。リスニング対策で、この倍速リスニング法っていう、まあ、学習法が結構まあ、 こう最近クローズアップされてきていてきい割と皆さんこれをやってる方が多いんじゃないかなと思うんですねで,でもねこれあんまりこう私は個人的にはねあんまり意味がないと思ってますでなんで意味がないかと言いますとですね倍速リスニングがそもそも人気があるのはやはり TOEIC だったり試験の英語のリスニングのスコアを上げるための学習法なんですよじゃあその試験の英語ってどういうのかっていうと これね前にもいろんなビデ,ビデオで言ってきてるんですけれども基本的にやっぱり試験英語っていうのはオーセンティックではないんですオーセンティックっていうのはまがいものじゃないっていうか本物のっていう意味なんですけどこう普通のネイティブの人が普通にパーって喋ってる英語とは違うんですねで日本語で言うと NHK のアナウンサーが話すような日本語です、ね、で私たち普段あんな風に喋らないじゃないですか日本語 でね、なんとかなな何々なのでみたいなそんな言い方はしないですよね。で普通の会話ってもっと砕けた感じに砕けたっていうとちょっと語弊がありますけどもっと音がはしょられるしこうリズムも違うんですよね速さも違うしで何もかも結構違うんですけどやっぱり試験の英語英語に限らず試験の言語言葉っていうのはちょっとやっぱりねよそ行きなんですよ。うん、でそのよそいきのき ものをいくら早巻きで聞いても、よそ行きはよそ行きなんです。ね、なので、なのでっていうのを早くしても、なので、なのでになるんですよ。で、私たち普段早口で喋ってても、なのでとかって言わないでしょ。そもそもなのでみたいな言い方をそもそもしない。だからとかなんでみたいな。 感じじゃないですか。普通に喋るときって。なので、本来のネイティブが普通に話す話し方と違うものを倍速で聞いてもやっぱり意味がないわけですよ。そんなふうに喋る人がいないからです、ね。ネイティブの人は早く喋ってるわけではなくて、そもそもこう使う語彙が違ったり、あとは音の脱落とか、リダクションですね。が起きたりとかするので、そこをやらないと、やっぱりね、 普通ののの本当の英語っていううを聞けるようにならないんですね。でまあ、試験の英語はリスニングは高得点取れる満点取れるけれど映画とかドラマっていうのは聞き取れない字幕がないと分からないっていうのはねそれが原因なんです。なので倍速の学習法っていうのはそういう意味で無意味なんですね。で試験の点数を 上げたいとか合格したいっていうその目的のためにやってるんであれば別にこれはこれで効果があると思うので別にあのやればいいと思いますでもそうではなくて普通に英語が話せるようになりたいとかネイティブの会話を普通に理解できるようになりたいっていうのであればこれ無意味なんですねうん。じゃあ何をすればいいかっていう話ですねうん どうすれば無意味じゃなくなるのかどういう学習法がいいのかっていうお話をしたいと思います。でやるべきことはやはりネイティブが普通に話した時に起こる音のね変化ですね。でこれはこうリエゾンとかリダクションっていうのを私今までねたくさん動画を撮ってきてますけれどもここがねやっぱり原因で私たち日本人が英語がねリスニングが苦手なんですよね。でリエゾンっていうのは音がつながっていく現象です。 例えば私は俳優ですっていう時ねあんまり言うことないかもしれないですけど私結構俳優さんの発音指導もやってるのでそうすると私は俳優ですっていう時に「I'm an actor」なんですよね「I'm an actor」とは言わない「I'm an actor」だと全部切れてるでしょそんな風には言わないのでなので自分の職業をちゃんと言えるようにするためにはこうリエゾンしないといけない「I'm an actor」「I'm an actor」「I'm an actor」ですね なんか甘納豆みたいな感じの音です。で、こういうふうに音は必ずつながるんですよね、英語ってね。これ、リエゾンと言います。で、リズムですね。I'm an actor ではなくて、I'm an actor. うん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 。うん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 っていう、このリズムなんですよ。このリズムとイントネーションで言わないといけない。ちょっとダンタン。ちょっとダンタンです。I'm an actor. I'm an actor. ですね。で、こういうふうに、これが自然な英語なので、ナチュラルなアメリカ英語です。 なのでアメリカ人が私は俳優ですっていう時は I'm an actor っていうわけですよ。で、こういうのを練習しないといけないので、まずは音のつながり、リエゾンですね。それとリズム。あとは音のね、省略というか脱落ですね。リダクションです。で、前に私 B 同士は音が脱落するっていうような動画を撮ってると思うんですけれども、実際喋ってる時って脱落する音とか、あの、単語っていっぱいあるんですよ。で、 それを知らないとやっぱりねこう聞けないんですねなのでここが脱落してるっていうのをこう理解する必要がありますじゃあそれどうすればいいかというと普通のネイティブのねオーセンティックな英語です例えばトークショーとかですねトークショーの MC の人が喋ってる英語だったりドラマだったり映画だったり あとは YouTube とかでもいいと思います。YouTube で海外の例えばアメリカ人とかの YouTuber さんの動画とかでもいいと思うんですけどそういうオーセンティックなものを使ってちょっとね遅く聞く倍速ではなくて半速半分の速度 <laughs> で聞いてみるでちょっとね半分0.5倍速だと少しゆっくりすぎると思うので 0.7×0.7 とか0.8ぐらいで聞くといいと思います。 でそうすると音の脱落とかこのつながりっていうのがねよくわかるんですよ。あここつながってるとかねここ落ちてるとか例えばさっきの私は俳優ですっていう「I'm an actor」とかも0.7倍ぐらいで聞くと an actor an actor ぐらいになりますそうすると「アマナ」「アマナ」ってこのつながりのところがよくわかるんですよ。 うん、そうやって一個一個音のつながりリエゾンですねあとは音の脱落リダクションといったものを潰してきますあこここうだこここうだっていうふうにでそうやってまずは音を理解することですちゃんと聞いてスピードではなくねでちゃんと音の構成っていうのを理解したら分析したら今度は自分も同じように言えるように練習するんです「Am a Nectar」「i m a Nectar」 I'm an actor っていうふうに0.7倍とか0.8倍で練習します。で慣れてきたらいけるなって思ったら元の1.0倍に戻して本来のスピードで「I'm an actor」「I'm an actor」っていうふうに言えるようにします。でここまでやってようやくね本当にそのオーセンティックな英語が聞けるようになるし、えー、自分も ナチュラルなイントネーション、ナチュラルなリズムで言えるフレーズが言えるようになっていくんですね。うん。で、こういうことをやらないと、やっぱりなかなかリスニングも上達しないですし、こう、カタカナっぽい感じのね、英語からこう脱却できないです。なので、こう自然な英語が話せるように、聞けるようになりたいという方は、倍速はやめて、こうね、ゆっくり、ちょっと遅くして、えー、0.7倍とか8倍で、 えー、ゆっくりして聞いて音を分析して自分も同じように言えるようにして慣れてきたら元のスピードに戻すっていうのをやってみてください。で今は AI のおかげで YouTube に、ね、上がってる動画とかもね結構ね字幕がね出せます。で100%ではないこともあるんですけど間違ってる時もね時々あるんですけどただその公式チャンネルとかね なんか番組のね、公式チャンネルとかだと、正しくちゃんと字幕が入っていることが多いです、最近。最近かなり精度が上がってきてます。なので、そのユーチューバーさんとかのよりは、なんかね、トークショーとかのニュースとか、ハイライトみたいなのね、数分間のやつっていうのが公式チャンネルに上がってるので、そういうのをね、活用されるといいかなと思います。で ある程度ちょっとハイレベルな方というか英語がもうできる方ですねで個人的にアクセント矯正だけやりたいっていう方はもうちょっと難しいのに挑戦してもいいと思うんですけど、まあ、中級ぐらいの方っていうのはそういうふうに映像を使ってスクリプトを見ながらゆっくりスピードを遅くして練習するっていうのをやってみてくださいで今ね YouTube でもね0.75倍とかにねできますスピードスピード調整できます 0.50.7511.25みたいな感じであの速さ調節できるのでゆっくりね0.75倍,倍にして、えー、聞いてみてくださいそうするとねあのかなり変わってくると思うのでぜひぜひやってみてください 以上、今日は倍速ではなくて遅くして聞きましょうというお話でした。何か、ね、コメント、質問とリクエストとありましたら下のコメント欄に書いてください。で、まだチャンネル登録してないという方はこれを機にぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、気に入ったなっていうこの動画、気に入った役に立ったっていう人は高評価ボタンも押していただけるととても励みになります。ではではまたお会いしましょう。See ya! Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。基礎から応用まで学べるユミの出すカタカナ英語マニュアルは、こじはるさんの CM でおなじみのベースにて販売中です。また、YouConnect のアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です。詳細は概要欄を見てくださいね。